皆さん毎度大きに、ゆずきゆかりです。はい、どうも、ゆかりちゃんとラブラブできるなら努力は惜しみません、いたこです。お前のその努力って嫌われる方の努力だろ。そんなことないですよ。ちょっと前とかゆかりちゃん泣きながら私のベッドで一緒に寝させてくださいって言ってたじゃないですか。何があったかは知りませんが、とても素敵な一晩でした。何があったか知らんって、お前が私のベッドにゴキブリのおもちゃ入れてきたんだろ。妙にリアルなゴキブリ入れやがって、あんなの見たら気色悪すぎて泣きたくなるわ。ちょっとしたおふざけのつもりでしたけど、まさかあそこまで素敵な反応を見せてくれるとは思いませんでしたよね。これから定期的にいろんな虫のおもちゃ買っておくのもいいですね。お前あの後あんだけボコボコにしたのに懲りてねえな。あれはあれでご褒美です。というわけで今回は前回やりたい放題やりまくった続きですね。まあ20分も尺使ってやったのか、ホビーウフ1箇所だけってさすがにダラダラやりすぎたなって思いましたよね。私のゆかりちゃん愛が白熱しちゃいましたからね。まああれはあれでゆかりちゃんと終始ラブラブだったので問題ないです。お前が一方的にイチャついてきただけだろ。今回の予定としてはブックオフとハードオフ行って白石城ですけど、前回ぐらいダラダラやったら絶対尺がえらいことになるんで、さっさと行って終わらせますからね。私とゆかりちゃんのラブラブシーンはどうなるんですか？イナモン全カットだろ。そんでゆかりちゃんがどうしても私と一緒に桜が見たいって言うんで、一目千本桜まで来ました。誰が誰と何をどうしても見たいっつったんだよ。お前が地獄の閻魔にぶちのめされるところなら見たいですね。この日は4月9日ですけど、この日はあんまり桜咲いてませんでしたよね。このロケ行った数日後に仙台の桜満開宣言出たんで、本当に咲くギリギリだったんでしょうね。つってもやっぱり花見ではないですけど、散歩がてら来てみたって人は多かったですね。私とゆかりちゃんはデートついでに来てます。おっさん一人が動画のネタついでに来てるだけだろ。走ってたらちょうど電車も走ってきましたね。この電車って桜の期間中この区間は徐行して走るんですよね。この日はまだ開花すらしてませんでしたけど、地味に徐行して走ってましたね。私が子供の頃は家族で桜祭りの会場まで歩いて、そこでいろんなの食ったり飲んだり船下りで遊んだ後、あの電車に乗って戻るっていうのが定番でした。今年もその桜祭りは中止って書いてましたね。私たちが動画始めてから桜祭り1回も来てませんよ。あの桜祭りで売ってる桜弁当が豪華で安くてうまいんですけど、もう数年食べてませんね。ちなみに昔は電車に自転車そのまま乗せることできましたけど、数年前からそのスペースなくなりましたよね。まあ人が増えて電車乗る人も増えましたからね。チャリンコ乗せるスペースとか邪魔でしかないですよね。桜祭りは中止でも交通整理のおっちゃんがいました。あそこの看板に車両通行止めって書いてたんで、チャリ行っていいのか疑問でしたけど、なんか大丈夫でした。そんでここが桜祭りの会場になる広場ですね。前にここから少し行ったところで自転車講習会やってましたね。ていうかさっきチャリで走ってる時カヌー漕いでる人いたなって思いましたけど、カヌーの貸し出しみたいなのやってたんですね。あれ無料で乗れるんですかね。カヌーつったらやっぱり恋人とかカップルの定番ですよね。遊園地のコーヒーカップくらい定番のデートスポットですよね。発想が昭和の恋人かよ。じゃあ映画館とかの方がいいですか？だからそれが昭和だつってんだろ。ちなみに見るなら何を見ますか？龍馬の休日です。やっぱり昭和だろ。じゃあ史上最大の作戦の方がいいですか？そこまで行くと知らないやつの方が多いだろ。というわけで桜ゾーンはここで終わりです。自転車だとやっぱりあっという間でしたね。まあ全長で3キロぐらいの距離ですからね。歩きだと1時間ぐらいですが、チャリなら10分そこらで終わっちゃいますね。次はさっさとブックオフとハードオフですね。まあ場所よくわからんくて調べたら2キロぐらい U ターンしろって書いてたんですけどね。動画撮りながらだと普段の 1.5 倍ぐらい時間かかるのに、さらに戻れって言うのかよ。ここまで動画上スムーズに来てますけど、もう何回バッテリー交換したかわからないですからね。予備バッテリー4本ありますけど、基本的にずっと動画回してるんで、使い切ったら充電を繰り返してますからね。どうでしょう方式で常にカメラ回してますよね。そのぐらいバッテリーの消費がやばいですよ。帰る頃にはモバイルバッテリーも空になってますからね。というわけで到着しました。前に来た時はゆかりちゃんのレアフィギュアありましたよね。何か私のフィギュアだよ。キングコングのフィギュアだろ。筋肉隆々のところとかすごく似てると思ったんですけどね。どっちかっていうと私のことを襲ってる時のお前の方がゴリラだろ。そんでとりあえず電子のフィギュアありました。これアキトで800円でありましたけど、お値段1200円ですよ。まあ普通に買えば大体このぐらいですよね。ちなみにまだ動画にはしてないですけど、次回投稿予定の動画ではアキトよりもっとお安くありましたからね。あれは安すぎてビビりましたね。マジで投げ売りの典型でしたね。あとキツネのフィギュアありました。前にコメントでキツネのフィギュア他に卵の前いますって教えてもらって、そういえばこいつもいたなって思いましたね。っていうかフェイトの卵の前って昔フィギュア持ってましたよね。持ってたのに忘れるっていうアホでしたね。フェイトの卵の前ってなんか見た目が2種類ありますよね。この和服のやつとゴスロリで胸が死ぬほどでかいやつありましたね。他にも水着とか警察官のとかありましたね。私が持ってたのはこの見た目のやつですね。一時期めっちゃプレミアついて再販された時に買いましたよね。あとこれとは関係ないですけど、昔ささみさんってアニメでも卵の前ってキャラいましたよね。あれ割と好きだったんですけど、特に話題になることもなく一瞬で消えましたよね。見た限り原作の方も打ち切りで終わったみたいですしね。
いつものお安いコーナーです。前はここにゆかりちゃん、キングコングのフィギュアが5割引きでありましたよね。今回は思ったよりめぼしいものありませんでしたね。あのゴリラみたいなやつがあれば面白かったんですけど、普通の萌えフィギュアだけでしたね。あと5割引きでしたけど、他の店で大体そのぐらいってのもちょいちょいありましたね。この辺のデカぬいぐるみが350円ってのはちょっと安いんじゃないですか。ラブライブとあとケモフレのありますね。このでかいぬいぐるみってものによっては駿河屋の買い取り2000円ぐらいするやつもあるんですよね。着てる服によって値段違いますけど、これはどうなんですかね。ラブライブは安くても買い取り1000円とかあるんで、この辺の結構お買い得だと思いますよ。懐かしいやつでコンプエースの咲夜さんのフィギュアありました。これ懐かしいですね。昔私たちも持ってましたよ。この咲夜さんは結構お気に入りでしたよね。というのもこの咲夜さんのスカートってキャストオフ可能で、パンツが黒っていうなかなかマニアックな作りしてるんですよね。スカート外してエプロンだけの姿で私たちは飾ってました。私が気に入ってたってそういう意味じゃねえよ。エプロンだけだと正面からでも黒パンツ見えてなかなかの眺めでしたね。そりゃ良かったですね。これ市場通販限定のやつですけど、今なら6000円ぐらいで買えるんですね。駿河屋で見たら在庫はありませんでしたね。あと気になったやつっていうか、ゆかりちゃんに来てほしいっていうか、私が来てゆかりちゃんとそういうプレイしたいっていうやつありました。なんだよその意味深な言い方。この府警さんのコスプレ衣装ですよ。これゆかりちゃんどうですか。ゆかりちゃんも警察コスしたフィギュアありますし、似合うと思うんですよね。これを着て手錠で私のことを拘束して連行していいんですよ。そのままマジで保健所に連行するぞ。これパーティーなんとかとか書いてますけど、そっちの店で売ってるやつにしか見えないですよね。ところどころラブとかハートとか書いてますからね。まあお値段1000円ぐらいですし、ぶっちゃけワンちゃん買ってもいいかなって思いましたけど、ウエストが70センチだったんでやめました。ていうかウエストサイズ入ったとしても間違いなく肩幅で弾けますからね。やっぱりゆかりちゃん筋肉隆々だからですか。このおっさんのこと言ってんだろ。謎なマグカップとかありました。ワイルドマグってなんだこれ。ボディービルダー時代のシュワちゃんがやってそうなポーズのマグカップですね。これにプロテインでも入れて飲めってことなんじゃないですかね。こんなの買うやついるのかよ。ていうか地味に750円って高えな。見えにくいですけど左上にメタボバラジョッキとかありますね。割とガチで買ってもいいかなって思ったやつありました。これなんかと思ったらソニコのピッチャーとコップがセットになったやつですよ。これ見た目はあれですけど機能的に結構いいやつですよ。というのもこういうプライズのやつって作りが簡単で複雑な構造してないんで洗うのが楽でいいんですよね。私たち基本的に手洗いとかしないで食洗機に全部ぶち込むんで、変に二重構造とかしてると食洗機したようなんですよね。しかもちょうどピッチャー欲しいなって思ってたんですよね。お値段700円ですし買っていってもいいかもですね。あと大量のグッズやら缶バッジが入った袋が200円とか300円でありました。駿河屋で値札がないやつは1個10円とか50円でありそうなやつがえらい量入ってますね。これも多分数百個単位で入ってますよ。まあこれは不女子向けだったんで買いませんけどね。おっさん向けだったら買ってもよかったですね。ラストにアルファマックスのランプミキュありました。これ見た目がちょっとプライズっぽいですけど、普通に定価4000円ぐらいで売られてるやつなんですよね。これお値段何回か値引きされて1000円って書いてましたけど、駿河屋で買い取り1700円するやつなんですよね。それが1000円ってちょっと欲しくなりましたよね。見た感じやっぱりプライズと比べて綺麗でしたしね。鉄のパンツの食い込みとか良かったです。お前とりあえずフィギュア見たらパンツ確認する癖をやめろよな。そんな感じでした。あのピッチャーとミクはちょっと気になりましたけど、今回はどっちも買いませんでした。チャリで入れ物ありませんし、カバンのカメラやらなんやらでパンパンですからね。また来て残ってたら買うかもしれないです。そんじゃハードオフです。ここから1キロぐらいしか離れてないですけどね。ハードオフも U ターンする感じに向かいますよ。そういえばここにはセカンドストリートとかありましたね。ここも覗くか迷いましたけど、アパレル系が多そうだったんでやめました。ゆかりちゃんが着てる下着はこういう普通の店では売ってませんからね。どういうところで売ってんだよ。あと戻るルートだとやっぱ追いかせて楽ですね。この旗とかえらいはためいてますよ。この日はマジで常にこの逆風でしたからね。ひとときの安らぎですよ。というわけでハードオフ到着しました。1キロくらいでも追い風効果ってすごいですね。逆風の時の4割ぐらいの力で30キロとか出ますよ。まあロングライダースでもアミちゃんが列の最後尾ですごい速い釣ってましたからね。きなこさんがチャリは風の影響をもろに受けるって言ってましたが、確かにって感じでしたね。これが横風だと怖いんですよね。とりあえずチャリ見に来ましたけど、前回の動画の使い回しかよってぐらい何も変わってませんでしたね。あの棚にあるチャリとこの周りのチャリとか配置すら変わってない感じでしたね。一応増えてたので、このシーコンのホイール入れる袋ありました。かなり使い込まれてオンボロ感ありましたけど、やっぱシーコンってものはいいんでしょうね。ほつれとか破れとかはなさそうでした。お値段1000円でしたね。まあ私たちは前にロングライダースのウェア買って、そのポイントで太陽画のやつ買いましたけどね。ウェアが4万円しましたけど、あれ買ったのまあまあ後悔してますよね。結局あれ一度も着てないですからね。ゆかりちゃんがあれ着てくれたらもう私が大興奮なのにひどいです。だから着たくねえんだよ。フィギュアは相変わらずエヴァの古めのフィギュア大量にありますね。
ガルパンのちょっと気になったやつありました。アニメのエンディングでアンコーチームが全員戦車に乗って走ってるあのシーンのやつですね。お値段は3300円ですね。こういうちっこいデフォルメされたやつって作りが雑だったりするんですけど、これは結構いい感じでしたよね。キャラの体の色塗りは雑感ありましたけど、顔は割とちゃんと作られてましたね。あと戦車が地味に細かく作られてましたね。戦車だけでも3000円なら安いかもしれないですね。あとパッケージの背景がエンディングの背景になってるんで、バックにこれを置けばよりエンディングっぽく見えるとか書いてましたね。ここにあるのはアンコーチームだけでしたが、他のチームのもあるみたいです。あと気になったのはこのミクぐらいですね。このミクの衣装って馬娘の東海帝王の勝負服に似てません？肩とスカートのところがめっちゃ似てる気がするんですよね。こいつの首をすげ替えれば東海帝王がウィニングライブ歌ってるような感じのフィギュアになりそうですよ。魔改造ですよ、魔改造。前に魔改造したフィギュアヤフオクに出して捕まったってやつはいましたよね。そういうのは闇が深いので深く考えないようにしましょう。というわけで次です。そういえば前に東海帝王のフィグマの抽選販売に当選したって言いましたけど、あれは結局買いませんでした。稼働フィギュア1個持ってたところでどうするんって思って買いませんでしたね。プレゼント用に買ってもよかったですが、焼肉食べ放題2回分って考えたらちょっと惜しくなっちゃいましたよね。物欲より食欲を取りましたね。そんじゃ白石城向かいますけど、一気にしんどくなりましたね。まあこの日風速6メートルぐらいのが常に向かい風でしたからね。看板にスピード落とせとか書いてますけど、これ以上落とすどころかこれで精一杯ですからね。この逆風の中、この坂道ですからね。この辺も勘弁してくれやって思いましたよね。しかもスプロケを 34T から 28T に戻しちゃってますからね。一番軽くしてるのに死ぬかと思いましたよ。そういえば関係ないですけど、ツールド東北今年は開催されるみたいですね。このタイミングでそれ言うのか。頑張って登ったぞっていうのを見せたいだけです。そんでそのツールド東北ですけど、今年は出てみようかなって思ってたんですよね。100キロと65キロあるみたいですけど、せっかくなら100キロ出てみたいんですよね。100キロで獲得標高が900メートルぐらいなので、普段遠出してる時より多分難易度は低いです。巡航速度は16キロも出してれば一応完走はできるっぽいんですね。普段巡航速度は20キロ前後なので、完走だけはできると思いますよ。出るとしたらチャリはもちろんこの私とゆかりちゃんの愛の結晶号です。ジャンク6万のチャリで出ていいのか問題ありますけどね。まあ出れるかどうか抽選なんで確実ではないですけどね。というわけで到着しました、トントンの丘です。いや、なんでだよ、白石城行くんじゃねえのかよ。いや、白石城行く前になんかないかなって探してたら、ちょうどこんなの見つけちゃったんですよね。もち豚っていうのがなんか食えるみたいですよ。いい加減食うのをやめろこの豚野郎。まあこれのせいでちょっとした悲劇に見舞われるんですけどね。ゆかりちゃんのオブジェありました。豚の置物だろ。お前私のことゴリラ釣ったり豚釣ったりなんなんだよ。要するに豚ゴリラってことです。キテレツ大雑貨かよ。これ素材なんでできてるかと思ったら、大理石みたいなやつでできてるんですね。このゆかりちゃんの耳とか片方が欠けてますよ。お前後ろの崖から突き落とすぞ。ここって前からあるのは知ってましたけど、どういうのか知らなかったんですよね。結構いろいろ施設あるんですね。動物に餌あげられるところとかあるんですね。夫婦杉とかもあるんですね。私とゆかりちゃんの将来のために願掛けでも行きませんか。あ、温泉もありますよ。一緒に汗流していくのもいいですね。一人で豚の餌付けでもしてろ。今月の大特価は肉まんらしいですよ。60円ぐらい安くなるならちょっと魅力ですね。というわけで買ってきました。さすがビッグって竹あってコンビニで売ってるようなしょぼい大きさではなかったですね。ゆかりちゃんのより大きかったですね。私のとことお前比べてるんだよ。豚の焼き印が可愛いですね。可愛いですけど、これ具が豚肉ですからね。味の方はこれがもち豚かとは別になりませんでした。至って普通の肉まんの味でしたね。大きさは大きかったので、これで150円そこらなら満足度はありますね。私はもっと小さくても十分満足ですよ。お前は何を指してるんだよ。これを食ったせいでアンパン食べる余裕なくなりましたよね。ついでにトントン神社ってのがあったのでチラ見しに来ました。今度はこいつ何食ってんだよ。シャカリキにペダル回した後はアイスクリームですよ。このトントン神社って人間様のお食事にされた動物たちを供養するのに建てられたとかどうとか書いてましたね。今まさにこいつが食ってるやつじゃねえか。こんな感じに獣の畜根碑ってのがありました。倒れてるのが多分先月あった地震の影響かと思います。ついでにペットの碑っていうのもありました。ペットの供養にも使われてるんですかね。お前がくたばったらここに持ってきてもいいですね。え、私が死ぬときはゆかりちゃんが死ぬときですよ。いつまでも一緒ですよ。ずっと一緒ですよ。死んでからも一緒ですよ。なんか言い方が怖いからマジでやめろよな。あとこのバカはいつまで食ってんじゃねえよ。飛んで行こうと思ったら違和感に気づきましたよね。このバカも何かに気づいたみたいですね。まあリアタイヤパンクしてましたよね。前回に続き今回もですか。いやさすがにこれは慣れましたよね。ここでロケ終わって帰ろうかと思ったくらいですからね。一応修理キットは持ってきてるんで直してみますか。まさか前編であんだけドヤ顔で装備紹介ですとかほざいてたくせに、ここで早速修理する羽目になるとは思いませんでしたよね。
ですが皆さんここで焦ってはいけません。冷静沈着に行動しましょう。ミスターも虎に対して冷静沈着にペラペラのマットでバリケード作ってましたからね。屋外のバンク修理はこれで4回目ですかね。何気に動画関係ない時にもやらかしてますからね。というわけで無事に修理完了しました。冷静沈着に行動して20分くらいかかりましたね。この携帯ポンプってどんだけ気合い入れても5バーぐらいしか入りませんよね。普段は7バーぐらい入れてますね。ていうか前回パンクしたのと今回パンクしたのって状況似てるんですよね。走ってる最中ではなく止めてる時にパンクしてるんですよね。あれなんで止めてる時にパンクすんねんって感じですよ。ここまで来てようやくロードバイカーとすれ違いましたよ。千本桜のところはいっぱいいましたけど、ここで見るのは久しぶりですね。めっちゃスピード乗って楽しそうでしたね。私たちもここで引き返せば何度追い風で帰れるかって思いましたよね。割とさっきのパンクもあって精神的にやられてましたけど、他に走ってる人見てちょっと元気になりましたよね。こういう何もない空間が辛いんですよね。右手は蔵王連峰を連なってて景色はいいんですけどね。さすがに止まってカメラ向ける元気はありませんでした。ここまで元気のないゆかりちゃんも珍しいですね。今だったら襲っても無抵抗でされるがままですか。お前一人をここに置き去りにしたら元気になれますね。というわけでとりあえず白石駅まで来ました。いつもはここにミクタクシーいるんですけど今日はいませんでしたね。この駅に特に用はないですけど一周して出るのが定番になりつつありますね。あと皆さんにちょっとした朗報があります。なんと少し前にウィズドリンクっていう格安自販機からなくなったマッチが最近また入るようになったんですよね。これはかなり良かったですよね。もう頻繁にマッチ飲めないかと思いましたからね。このウィズドリンクっていう自販機は東北にしかないらしいですけど、マッチは多分全国にありますよね。これ飲んだことない人はおすすめです。見つけたら大体買ってますからね。ちなみに白石城では夜桜のライトアップなんてのをやってるんで、こういうぼんぼりが出てるんですね。夜桜も風情があっていいですよね。昔私の近所の公園で夜桜鑑賞してる人見つけた時はびっくりしましたよね。街灯なんてないところでぼやっと見てましたからね。ついでにこの歴史探訪ミュージアムってところで私たちのグッズちょっと見ていきますか。なんかいろいろ増えたとか書いてましたね。そんで見てましたけど、このお菓子スタンドってやつが増えたみたいですね。明らかにこれ狙ってますよね。サンプルはズンちゃんですけど、ちゃんと私とキリタンのもありますからね。ゆかりちゃん、私のスタンドどうですか。こんなの見ちゃったらゆかりちゃん大興奮しちゃうんじゃないですか。あ、でもゆかりちゃんが望むならこんなスタンドなんかじゃなく、私が直々にやってあげてもいいんですよ。お前こういう時だけ元気になるよな。こういうのって結構高いイメージありますけど、1850円って割と安いなって思っちゃいましたよね。ちなみにここではこのミニフィギュアを買っておきました。いつも使ってるやつの穴がもうガバガバになってますからね。あとペーパークラフトも増えてました。これはツイッターで新商品出ましたつって知ってましたけど、こういう感じなんですね。どういうもんかと思いましたけど、結構厚手の紙でできてるみたいですね。あと何気に住んだもんもいますね。まあこの辺興味ないんでこれは買わんですけどね。白石城の桜はすでに満開になってますね。さっきの千本桜はまだだったのに、ちょっと場所が移動するだけで違うもんですね。そんで修復中の白石城はこんな感じになってました。こういう城でも足場組んで普通の建物の修復と同じなんですね。これが1億4000万円の修復工事ですよ。昔の人はこういう城の修復ってどうやってたんでしょうね。殿様が鞭とホラガイで指示出してたんじゃないですか。殿様が現場監督するのかよ。ルールを守って安全作業よし。どっかの猫ですか。というわけで白石城まで来ました。何気に屋台も出てるんですね。屋台の料理ってまずくて高くて不衛生でも、見てるとつい買いたくなっちゃうんですよね。まあ昔屋台の豚汁食ってノロウイルスにかかってから二度と食わないと心に決めてますけどね。ケツから噴水のような下痢が出まくって、これがノロかってなりましたよね。イメージはお好み焼きとかたこ焼きの生地です。お好み焼きとかたこ焼き見たらこの話をぜひ思い出してください。あれは冗談じゃなくて今までかかった病気で一番ヤバかったですね。桜はバッチリ満開でした。この動画投稿してる頃にはすっかり散っちゃってると思いますけどね。白石城はこの土日が一番の見頃でしたね。ちなみに私たちはデフォで酒が飲めないので、白石城をバックにマッチです。酒ってあれクソまずいのに、みんなよくあんなの飲めますよね。絶対ジュースの方が美味しいですよ。ビールとか最初の一杯がうまいとか言いますけど、ジュースなら最後の一滴までうまいですからね。まあ言うてジュースもそんなに飲まないですけどね。甘いのもそんなに好きじゃないんで、運動した後とかに飲む程度ですね。甘味は羊羹です。本当はゆかりちゃんという甘味を味わいたいところですが、公共の場では一般的にはダメらしいので我慢です。意外とあんだけ逆風でヒーヒー言ってたのに、割と空腹感はないんですよね。アンパンもありますけど、アンパン食べる余裕はちょっとないですね。そんで食ったり飲んだりツイッターいじったりして帰ろうと思って上着見たらびっくりしましたよね。この周りの白いやつって多分汗から生成された塩ですよね。これマジでビビりましたよね。汗かいてびしょ濡れになることはありますけど、まさか塩の結晶ができたのは初めてですよ。これ見て思い出しましたけど、昔探偵ナイトスクープで汗で塩ラーメン作ってる回ありましたよね。私もゆかりちゃんの汗で塩ラーメン作って食べたいです。マジで気色悪いからやめろ。あとあれですよね、
自分の匂いの香水作りたいっつっていやらしい汗の方がフェロモン多くて作りやすいみたいな回もありましたよね。ゆかりちゃんのいやらしい汗の香水とか最高だと思いませんか？思わねえっつってんだろ。というわけで今回の動画はここまでです。やっぱり帰りは帰りで追い風効果がいいですね。楽に走れて最高でした。久しぶりにチャリで走ってなかなか良かったですね。東北は冬の間は晴れてても常に風速10メートル超えてますからね。これでもかなり穏やかな一日でしたよ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。